健康なフーズ。ただのがり弁です。はい、はい、いよいよ、ね、模試の答え合わせということになりますので、はい、やっていきたいと思います。文系科目のまずやつをやっていくんですけど、はい、自信のほどは文系科目、世界史、日本史はだいたいいつも安定してるんで、はいはい、じゃあ結構いい感じでできるということですね。そう言っておかないと、はい、ハードルを上げました自ら。それではここ言っとかないと、あとないはい、ではいきます、はいはい、答え合わせしていきます。世界史、はい、書いちゃいますか。はい、はい、82点、はい、おなんか結構間違えたようにも感じたけど、まあいや、そうですね、まあ、でも世界史82点はちょっと自分の中では低いです。あ、そうなんですね、はい、ちょっと1億円物語さんのスパチャのおかげで、はい、高い焼肉弁当、ああありがとうございます、はい、日本史 B、はい、いきましょう、はい、94点、はい、おお、日本史は高く出ましたね。日本史はいいんです、ね、世界史ちょっと低かったですけど、はい、ということで、はい、歴史に強い相変わらずの、はい、ここまでいつもいや、これ東大王とか出たからね、はい、やっぱ歴史強い人は強いですからねじゃあここからですね、はい、国語に行きたいと思います、ね、国語、はい、難しかったですね、はい、ここはかなりレベルが高かったということなんで、はい、評論からいきますね、はい、お願いします。ということで40逆転中80点ということです、はい、現代文は、そして最難古文16点、はい、古文は難しいということで、では漢文ですね。漢文一応間違えちゃいました。37番を間違えたということで6点マイナスで44点、足したら140点、7割。どうですか、7割は。これは最低ライン、最低ライン。じゃあいよいよ英語ですね。3、2、1、1、1、大目録ゼロ程度、大目録ゼロここもう読めなくて漢字全部書いちゃうから、ね、やばい、48、坂上さんに負けてますけどいやもう全然できなくて昨日の坂上さんの動画へのコメントが変わるんじゃないでしょうかね、皆さん。難しかったです。さて、じゃあ、はい、リスニング気を取り直してリスニング忘れましょう。73です。73、これはなかなか厳しいですね。やっぱり英語がきついですね。まだなんなんですかね、もう読めなくなるんですよね、うん、生物基礎と地学基礎になりますね。はい、では発表します。どっちから聞きたいですか、はい、生物基礎と地学基礎。生物基礎から、はい、ではいきます。生物基礎、あ、基礎科目は50点満点ですね。一つ生物基礎、はい、50点中、はい、41点です。ああ。喜びはあまりなかった。まあ、まあ、そんな感じかな。8割超えですね。地学基礎が22点です。うわ。前回の共通テスト、はい、もしでもそのぐらいだった。合計すると63点ということですね。はい、数学丸1、数学 1A は、はい、94点です。おお、これ過去最高ですね。おお、はい、過去最高。本当ですか、はい、嬉しい。それは94点を取ることができました。はい、やりました。普通に B を発表したいと思います。ここでコマーシャル出たいきますね、はい、普通に B、64点です。あー、これはちょっとまあ低いかな、はい、70は最低いきたかったですね。なるほど、まあ、東大に換算して648点ですね、はい、648、はい、12時間配信終わりまして、お疲れ様です、はい、どうでしたか12時間やってみて。いやー、そうですね、なんか得点いい点取れたら多分疲れもあんまり疲れないかったと思うんですけど、はい、ちょっと途中で心折れぐらい悪い点数取っちゃって、はい、そうですね、そのタイミングでどっと疲れが来て、うんうん、後半結構大変でしたね。今回はやっぱ中間発表とか用意しとかないと、うんうん、こうね、ずっとやってるだけだとなって思ったんですけど、その中間発表で逆に心が折れてしまうというですね。心が折れてしまう、だからあれですね、共通テストの時はやっぱ1日目で、そうですね、採点しちゃいけないっていうことですね、うんうん、これはいい教訓、反面教師ということだったかもしれないですね、はい、確かにそうですね、1日目でね、採点すんな、採点すんなって言うけど、採点しちゃう人がやっぱすごく多い。わかります、ぶっちゃけなんですよ、出ちゃいますもんね。そうなんですよ、うん、だから知りたいって思う気持ちが起きて、でそれでもう諦めちゃうって人は本当に一定数いるので、毎年。ああ、そうか、自分は見ていかなかったんですよ。はいはい、絶対見ない方がいいです。そうやってやったら、でも周りの友達みんな見てたっていう。あ、そうなんですか。みんな見てんだって思って、気になっちゃうですね。やっぱ気になるみたいですね、はい、なんで皆さんもそれを参考にしてもらってですね、はいはい、見ないようにするっていうのは、それは教訓ですよ、ね、はい、これは
今日一の教訓。教訓です。はい、ということなんですが、まあ、ぶっちゃけどうでした、乾燥。ちょっとまあ部屋が乾燥してて、僕は目がめちゃめちゃ乾燥してるんですけど、そっちの乾燥じゃなくて。先生に言われたら僕もそんな気がしてきました。乾燥はどうでした？いや、やっぱり難しい。乾燥した乾燥は。乾燥した乾燥は、ちょっとやっぱ痒いですね。そういうことになっちゃう。はい、難しかったですね、基本的に全、まあ、英語と国語が難しかった、はい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 、あんまりでも言っちゃいけないのか、そういうこと、まあ、まあまあ難しいかどうかぐらいだったんですね、参考にしてもらえればいいかなと思うんで、数学は解きやすかったかなって、うんうん、あんまり共通テストしてないかなっていう気がしたんですけど、数一質が良くねえってことを言ったんですか、ね、いや本番もどうなるかないですかね、そうですね、まあ、だからちょっとセンターっぽかったって言ってましたね、数一は、そうね、なんか見たことあるタイプの問題が多かったんで、うん、解きやすくは感じました、それに対して数 2B はどうでしたか、数 2B は多分計算普通に早い人はできると思います、ああ、でも、はい、内容自体はおかしくないと思います、僕はちょっと計算遅くて、はい、2B は間に合わなかったです、ね、僕もまあ採点してたんで、はい、ああ終わってないんだろうなこの辺っていうのは、明らかに後半がやっぱババババッと間違えてるっていう一応マークしましたけど、はい、っていう感じです、そうですね、やっぱまあ難易度上がってきますもんね、大問も最後の方上がるんで、そうですね、やっぱ難くなってんだなと思って、まあ、はい、時間ないんでやっぱ飛ばして解けるところが強いとか、やっぱりそうですね、やっぱ序盤の方が高いんですよ、はい、大門の序盤がバーって追加していくけど、はい、後ろになるとボロボロってなるんで、そうですね、そういう感じなんだなと思いながら、はい、はい、やってみましたが、時間かければねできるんですけど、これからどうするんですか、残り時間どうやって、残り時間、はい、劇的にアップ、アップ狙いますか、反省を見つけたので、はい、うんうん、それを改善していくということですね、じゃあそうしましょう、はい、改善していって、はい、最後は笑えるように、最後に笑えればですかなんで歌い出したとにかく笑えれば、ね、とにかく笑えればウルフルズ、ね、ウルフルズですね、はい、やっぱまあまあそれがあればこう今のねやつだって全て笑い話、はい、まあでも、はい、そんなに、まあ、しょうがないんで持ち込んでも、うん、そうですそうです、前だけ見てやってもらえればと思う、はい、いやですよ、来年受験生版タイガーファンディングの志願者で出てきたらお金ください、ない、ない、でも何も生きれないんです本当に生きるお金もないんですけど Nothing っつってみんなでされて甘くねえ自分の力で働いて勉強しやがれっつってかもしれないですからね、ね、正論ですねそれは、はい、というかもう本当にお疲れだったと思うんですよね、やっぱ最初ちょっとね、うん、ボンとやっちゃったんで、昼食までの間に2個ボンと結構厳しいスケジュールであってここご飯食べる時間がね、はい、ほんのちょっとしかなくて20分で行ってもらったんですけど、ただやっぱり休み時間がね短いんで、はいはいはい、パッパッパッと進んではいきましたけど、そうですね、結構ヘビーなところがパッパ行ったんで、でも多分良かったら疲れなかったと思うんですよ、結局できたら疲れないっていうのがあるんですよ、国語がまあ難しいのに、さらにね、ここやっぱ国語と英語が重なるっていうのは辛いところですよ、うん、受験生、はい、本当にこれ怖いですよね、文系の人からしたら、これやっぱ山ですね、一日本当そうです、これきついですね、で今回夕食あったんでね、スパチャのおかげでいいものが食べるんですけど、はい、ありがとうございます、そんな感じでやりました、まあ、ここから頑張りたいですか、ぜひたくさん頑張ってください、応援しておりますので、はい、ありがとうございます、はい、たくさんおめでとうございました、はい、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。